な気持ちになれなかった。一人で生きていたならば理不尽も許せたかもな。一人で生きていたならば一人で生きていないから、愛しさ込み上げるほどの大切に出会ったんじゃないか。こだわって生きると今一度生きるよ。原動力はずっと一人で生きていないこと。